岩沼市の岩沼南小学校で昨日行われた特別授業では、児童たちがハンドプレス機を使ってコマ作りに挑戦しました。リングの穴の大きさは12ミリで、はめ込むコマは 12.01 ミリ、その差わずか 0.01 ミリですが、思うようにはまりません。頑張れ。講師を務めたのは地元の金属加工会社岩沼製鋼の社長千葉浩二さんです。やっぱりなくちゃいけないのは考える力、これがないといくら物が作れてもいいものができない。岩沼製鋼は航空機や医療機器などに使われる金属部品の加工を手掛ける創業50年の会社です。東日本大震災では海から2キロの場所にあった工場が津波で被災しました。その後多くの支援を受け、復活した姿を見てもらいたいと社内にコマ部を作り、コマの大会に出場しています。震災の時に支援物資とか協力会社さんとかの協力を非常にしてもらってたので、それの恩返しといいますか、ここまで復興したよっていうのを伝えるために参加しています。続きまして、岩沼製鋼コマ部。今月10日横浜市で開かれた全日本製造業コマ大戦 G1 最強コマ決定戦。すり鉢状の土俵で自作のコマを競わせるこの大会には、国の内外からおよそ80チームが出場。岩沼製鋼は切削加工の高い技術を生かし、回転すると3枚の羽が広がるコマで見事頂点に立ちました。優勝、最強は岩沼製鋼コマ部、おめでとうございます。ようやくできたっていう、そういう思いですね。やっぱり2012年から参加して、で15年が世界大会3位で、17年に全国大会2位で、20年に優勝できると思ったんですけども、それができなかったんで、まあ、ようやくですね。やっぱり特別授業ではテコの原理を使ってコマを完成させた児童たち、早速戦わせて楽しんでいました。思ったより長く回ったから嬉しかったです。ちっちゃいコマなのにとてもたくさん回るんだなって思って、面白かったです。自分たちでこう頭の中に思い描いたものを、やっぱり自分の手で作ることができるというところが一番のものづくりの魅力だと思いますので、普段の生活の中でいろんなことを考えて、で頭の中に描いたものをちょっと作ってみたりとかということをやっていただけるとなおいいのかなと思ってます。日本一に輝いた技術を目の当たりにした児童たち、ものづくりにかける情熱と楽しさを実感した様子でした。